テッドコーチです。今日はですね、皆さんにですね、ちょっとですね、自慢をさせていただきたいと思いましてですね、本当ね、ムカついちゃう人いると思うんですけど、そこすいません、そこすいません。昨日さ、久々に開いたのよ。多分数ヶ月ぶりに開いて、なんで開いたかっつう、ごめんなさい、もう見えちゃってごめんなさい。うちの静江さんがね、パイレーツオブカリビアン好きで、で、なんかやってるっていうのを見つけて、あ、じゃあ久々に開いてみようかなってコラボやってるから開いたの。で、静江さんがなんか黒玉ガチャっていうのがあって、こうやって、なんか最初なんか60個もらえるのよ、黒玉ってやつを。で、それで60回引けるって言ってやってたの、静江さんが。で、静江さんやったとかさ、ジャック・スパロー当たったとか、静江さんがなんかウィル・ターナー、これ静江さんウィル・ターナー、まあ女子はね、このウィル・ターナー好きが多いと思うんだけど、ウィル・ターナーが欲しいとか言って、静江さんやってたの。で、じゃあ俺もやってみっかっつって。で、こちらの画像をご覧ください。昨日の夜中の1時14分に、これ60個ある状態で、じゃあ俺も60回だけ引いとくかみたいな。スクショだけ撮ってさ、もう動画なんかやる気全然ない。もうだからとりあえずやっとくかぐらいな感じで、でやって、まあこんな感じでね、こんな感じがしばらく続いて50連目ですよ。50連目に出ちゃいました。出ちゃいました。ありがとうございます。やっぱさ、なんかこう久々に開いた人にはなんかこうね、確率上げてくれるみたいなのあんのかな。まあねえと思うけど、あったら問題だけど、これ出ちゃったのよ。で、今日はさ、この金のやつで出たから、なんか何とか缶金のジャック缶みたいなやつをなんか応募できるらしいからさ、それちょっと応募しちゃおうと思って、ちょっとやります。瀬戸康史の動画で、これミッションのところから、このミッションのところにこれが出てくんだって。あ、あれ、押しちゃった。あ、これ金のジャックスパローを1体レベル極みにせよというのが出てきてます。今こいつ、レベル1です。で、こいつをレベル極みにすればいいんでしょ。で、こいつ選んで、で、ここになんか入れればいいんでしょ。これもさ、なんか素材選択画面とかが変わってるね、いろいろね、いろいろ変わってるねって静江さんと見てたんだけど、もうこいつ使っちゃえばいいんじゃないの。はい、レベル88になりました。あと50万、あと50万必要か。ライトオークケンチだね。いくぜ。これで大成功すれば最大になるはず。くっかー、ダメだ。はい、レベル88になりました。よし、じゃあちょっとこのチョコマンケンチってやつを、チョコマンケンチ2匹いるよね、2匹いるからいいよね。チョコマンケンチ入れるわ。えい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 、やったぜ、レベル極みになったぜ。お、極み到達。そして、お、来た、あ、来た、これか、これだ、出ましたね、出ましたね。これだ、これで受け取るにして、そしたらこのなんかいっぱいもらって、で、お、また出て、ん、あ、これだ、これだ、コラボプレゼントキャンペーンに応募しよう。これが出てくると、パイレーツ缶、そうそう、パイレーツ缶、金のジャック缶じゃなくてパイレーツ缶が抽選で当たると。パイレーツ缶には3000個限定のレアアイテム、これだからもうリアルアイテムってことでしょ。さらにミッションクリアでスタミナミン1個、何スタミナミンって、何、とりあえず挑戦しよう。ただの単なる自慢動画です。はい、うお、パイレーツ缶プレゼントキャンペーンのご応募ありがとう。え、終わり、え、どうやって、え、俺何も自分の情報とか何も入れてないんだけど、え、これで応募終わったの。お、報酬はこれでもらえると。終わり終わり、え、これな、当たったらどういう風に入れるんだ、ここに連絡が来るってことなのかな、当たったら。なんかよくわかんないけど、とりあえずできましたということで、まあ最後にね、久々にちょっと戦って終わろうか。このよしよしよし、これのイベントでしょ、コラボ開催中で、こっからこれだね、
これは極みをやって終わろうかな、ソロで。じゃあこれで出撃します。めっちゃ久々だな、俺も何年もう1年以上。おーすごい、おこんな映画みたいになってんだ。海を切り裂く巨大な幽霊ザメ。おお、おなんか下に扇風機みたいになるけど。おお、おなになになに、あなに、ターン短縮出てきたよ。おなに、あ吹き飛ばされるんだこれで。おい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 、すごいレベル1なんだけど大丈夫かな、音楽が壮大だな。うええおーレーザーがすごいねこいつの。うわしょ、あこいつハート回復してんじゃん。このアンコウみたいなやつを倒さなきゃいけないのか。おら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 、よしよしいいぞ。おいいね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 、よし。なんかちょっとモンストもいろいろ変わってるね。 S ランクまで残り3分、 S ランクは無理なんじゃね。いけ、ぜい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 、あ当たり、ジャックスパロ。うわあこいつ HP も、これアンコウが HP を回復してくるんだ。うわうわ、おーおー、なんか吐き出してる。こいつはあのフレンドだからね、フレンドは強いから。はいビリビリビリ、よしよしよし、はいはいはい、おーすごいね、ジャック・スパローがなんかもうレーザーめっちゃ出す。さああと1分43秒でクリアできるか。おー右下のでけえサメか、あいつがボスか。ストライクショット、あストライクショットも出せるわ、ストライクショット出していこう。この辺で様子見よう。おい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 、全員が出した、よしよ、やべやべ、あ結構ダメージ食らうな。いけ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 、うおうお危ない危ない危ない、けっ、うわー、おーはめたはめたはめた、おーちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って、死ぬよ。ちょっとジャック・スパローのストライクショットだけ、自身のスピードがアップ&ストライクショット時のみ有効なアイテムが出現、北を刺さないコンパス、じゃあこれ出そう。えっ、うなになになに、北を刺さないコンパス、あなんかアイテム出てきた、あアイテム、あアイテム、おおおアイテム、アイテム出た、アイテム出た、アイテム取った、うわよえ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 ぞ。俺のチームいけ、おいいけいけ、旗を掲げろ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 、なんか旗を掲げろ旗を掲げろ、なんか掲げろ、よしお前も行け、お前なんだ、自分を中心、違う、自身のもうスピードアップするやつばっかじゃん。いやーどうもおしこの敵とは、いやーどうもおし、なんて言ったんだお前は、やめてやめて、おお倒した、かわしたかわしたかわした、よし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 、はいはい、待って、いけいけ、もう一旦ぐらい、一回ぐらい倒させてよ、一回ぐらい倒させて、ガッ、よしよし、耐えた耐えた耐えただ、はいはい、よっしゃいしゃい、めっちゃ強いじゃんボス、うわなんかもう時計の表示出てこなくなっちゃったじゃん、あと何分でってやつ、よしよし、ここでハメ攻撃だ、あできない、こいつ貫通か、いけ、おらー、よし、引き倒した、あ、ハートも回復してるからまだいけるな、なんとか倒す、えいえいえい、よし倒した、よしいいぞ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 、よしお前、お前なんだ、スピードとパワーがアップ、最初に触れた敵種族に大ダメージ、よしもう使っちゃおう、いけ、切り札
で撮っておく。お、可愛いじゃん。切り札最後まで撮っておくのよ。うわーい、うわーい、うわーい、わーい、わーい、わーい。あー、あー、よし、よしよしよし、はい、ちょっとずつ慎重に。おお、電磁波、電磁波、電磁波だ。よし、うわあ、はあ、いけ、はい、はい、はい、うわあ、うわあ、ハト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 取れ。お前、おじじ、ハト取れ。よし、よし、ハト取った。うわあ、なんかジャック・スパローのレーザーが一番強い気がするぞ。ジャック・スパローに当てに行こう。へい、あた、当たんない。あ、ハト取った。よし、ナイス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 。おお、なんかギリギリで戦ってるぞ俺。うわあ、よしよし、これハメ攻撃だ。ハメ攻撃、よし、オッケー。よし、俺何極みに苦戦してるんだよ。レベル上げねえからだろって話なんだけど。あ、でもそっか、ジャック・スパローはレベル極みなんだ。あー、そっか、今気づいた。だからジャック・スパローは強いんだ。うわあ、そっか、レーザー、あ、こいつレーザーガードしてきてんのか、このアンコは。レーザーが効かないってことだ。スピードアップしとこう。いけ、ヤードマンシー、ヤードマンシー。なんて言った、なんて言ってるんだお前は。もう全然、全然攻撃当たんないし。うわ、かき、よしよし、大丈夫よ。ジャックスパローに当てに行こう。あ、レーザーが反射しちゃうのよね。よしよし、おい、あー、敵呼ばれた。はい、いけ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 、おーちゃん、中入った、中入った、中入ったよ。おー、よし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 。あー、危ない危ない危ない。はぁ、よし、こいつはなんだっけ。旗を掲げろはもうスピードアップばっかじゃねえか。いけ、旗を掲げろ、旗を掲げろ。いけ、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 よし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 。あー、あー、アイバー、ゲームオーバーって言うつもりないよねこの人。ガイアイバー、ちゃんと言え。てて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 。はい、ということで、まあ負けはしたけれども、私の金のジャックスパローでその応募はできたので、あのパイレーツ感当たるのをちょっとお待ちしておりますね。モンストさん、お待ちしておりますということで、皆さん、ジャックスパローのあのパイレーツオブカリビアンコラボ7月の13とかまでやってるみたいなんで、ぜひやってみてください。それでは以上、瀬戸康史でございました。ジャイレッツオブカリビアン。